フラワイの館、真実を切り開く。いやあ、施設の圭介だよ。前回のパートでノーマルエンドを回収したんで、今回はトゥルーエンドを回収していきたいと思います。ここに手引きってが書いているからね、わかりやすく、もうすごいわかりやすく、最短3分でトゥルーエンドを解放することができます。メニューボタンの攻略記録って、あの動画ではあまり見せたことないんやけど、このチャートごとで、チャートごとに分けにね、やり直しが効くゲームでして、まあそれでチルの鍵を奪う準備ってとこをチャートに移動で、今は移動してるんですけど、第一章のそのあたり、チルの鍵を奪えばいいってことを分かって、チルが襲ってくるってことが分かったところあたりの、まあ時系列にあります。ミサの部屋とリビングに行き、アイテムを集める。その通り、前にもアイテムの場所って書いとったんやけど、それがミサの部屋とリビングってことで。で、五章の燃える館のチャートに行って、この燃える通路のところで、この出るところで選択肢が変わって、あのアイテム、思い出の写真っていうアイテムがあって、それで、それを取った上で脱出しようとしたら選択肢が増えると、そういうことらしい。つまりこの部屋に、これかな、こんな写真あったか、これは見たか、これは何やったっけ、果物を買うか、お祝いのやつ、あ、手紙が挟まっている、これ見たっけ、ごめん、君を支えられなくて、本当は僕が支えてあげなくちゃいけなかったのに、こんな時、彼だったらなんて声をかけるのだろう、誰かの悲痛な後悔が抱えている。あ、これか、トゥルーエンドのアイテム。あ、お見舞いの品がそうだったっけ。そうなんじゃ。僕が支えてあげら、ハルくんか。これ、ハルくんのメッセージか。こんなところに果物のカゴなんてあったっけ。これ、お見舞いとかでよく見るやつだよね。なんでこんなところに。あ、これ見た、見た。これ、もう一回同じ展開をやる、このゲームの癖、どうなんだろう。こっち、何やったっけ、こんなんもなかったような気がするけど、あれ、私の嫌いなところという題名。なんか誰かに似てる気がするんだけど、気のせいかな。バリバリこの館の住人の、あれなんやけど。特徴的な感じ。けどね、この時系列だったらまだミサ、この館の住人とかよく分かってないからね。で、第一章でもあったけど、このチルを追いかけたらやばいから出て行ったから、その間に部屋を調べようみたいな時系列の頃になっております。で、確かリビングだったな。リビングがボリボリついていくところにあるんですよね。これもうバリバリチルがおるところに向かうことになるからね。もうハルクの言いつけを無視してここに入る感じ。これかな？あ！これは？スマホ？どうしてこんなところに？スマホの中のメモアプリが開いてるみたい。どうして死んじゃったの？私の周りには不幸が起きてしまう。きっと私が悪いんだ。私のせいだ。これって一体？あ、これジンが死んだ時の、ミサちゃんの反応か。とりあえずこのスマホはここに置いておこう。なんだか不気味な感じがする。過去の記憶はちょっとこの時点で回収してしまう感じになるんかな。せっかくだからこのタイミングでチルに出会ってしまったらどうなるかちょっとやってみましょうか。チル、あれ、なんだ、二人で話してるな。リーグルと話してるのか。まさか、私を殺す計画を話しているの？リーグルお兄ちゃん、あれを取ってほしいの。あれ？あれっていう言い方やめてもらえませんか？卑猥な言葉のように聞こえてきますから。そう、棚の上にある、あれなの。あれって、一体何？まさか、私を殺す凶器？状況が状況だけ仕方ないかもしれんけど、ミサちゃん、めっちゃ、被害妄想にとらわれておりますね。ほら、あそこにある。
お菓子を取ってほしいの。え、お菓子？でもこの状況のミサちゃんだったら、お菓子を使ってどうやって私のことを殺すのみたいな、やっぱり自分のことを殺すことの方に持っていこうとしそうな気がする。お菓子で死ぬって言ったらさ、喉を詰まらせて死ぬ以外の方法を思いつかないけど。早く取ってたの。とてもとてもお腹空いたの。バーガーは。お腹が空いたならもっと栄養のあるやつを食べなさい。チルはお菓子を食べ過ぎじゃないのか。健康に悪いぞ。でも、わかった。じゃあちょっとだけだぞ。ありがとうだな。なんだ、ただの普通の会話だったみたい。だけど油断しちゃダメだ。早くチルの弱点を探さないと。本当にこのお菓子で私のことを殺そうとしてるかもしれない。このお菓子に毒を混ぜて私にあげに来るかもしれない。もしかしたら私はあんなお菓子で喉を詰まらせて死ぬかもしれない。じゃあ全部のフラグ立て終えたと思うんで、この燃える館っていうね、燃える通路を通るところに戻ります。ここでまたアイテムがあるってことになります。スキップ。このアイテム取ったら全部のフラグが、いやー燃えちゃう。どこ、あった、あれは出口だの前に、あった、あれはなんだみたいな写真か、あれそこじゃない。待って、写真撮らせて。まず写真撮らせろ、お前。まず写真を撮らせろ、お前。出口は、出口、その前にこっちだ、お前。この写真は？もろに。あ、3人、ノーマルエンドでできた回想の時のやつか。ジンとハル。そして、私が映っている。これ、懐かしい。そして、とても胸が締め付けられる。私、進まなくちゃ。あ、この写真を見て決意を決心したんだ。この嫌な過去かを向き合う、ジンが死ぬ過去と向き合う覚悟をした。しっかりと前に進むんだ。泣いてなんでいられない。踊った上で扉、この辺はスキップ。決断は脱出しないの選択肢が出ました。しかも脱出しないのところをね、フューチャーするようにこっちだよこっちだよって推奨してくるような感じに。すいません、しないでどうなる。私出ない。えは、な、何言ってんだ。私気づいてるんだ。でもこの笑顔、この館は私の心。お母さんに虐待されて、そしてジンを失って、そんな辛いことから逃げるために自分の殻に引きこもった私の心そのもの。ミサ、アイテムを回収したことで、それが扉から出る前に気づくという、そういうことか。だからね、私はここから逃げたらダメなんだ。私がずっと囚われていた辛い過去や自分の嫌いなところ、そしてジン、あなたの死とも。私はあなたが死んでとても辛かった、苦しかった。そしてその悲しみに心を囚われてしまった。だから最後に、私はあなたの死とも向き合わなくちゃ決心をつけました。涙を目に潤せながらも決心をつけました。ここへ逃げても私は何も変わらない。ジン、私はあなたを忘れたりしない。でももうあなたに姿りしないよ。私は自分の心から逃げたりしない。私は全部を受け止めるよ。ミサ、よく言った。ジンがすごい死にそうな顔をしていますが、
漂っております。ここの中では漂っております。じってかジン、こんな死にそうな顔目しとった。お前すごい死にそうな目つきしとるぞ。お前なんかいつお前はやっと、あれジン、何か光ってる。ん、あれジン君の鍵、あれなんだこれ、鍵はレインボー、レインボーな鍵がジン君の体の中から出てきた。果たしてジンは何者なのか。若干ドラゴンボールのナレーションみたいな、ちょっとナレーションをちょっと意識して読んでみました。悟空はドラゴンボールを集める旅に出た。全然似てないけどね。これってミサ、これがおそらく最後の鍵だ。ジン、ほら受け取れ。ガシャーン、ドカーン。到着後、館は大きな爆発とともに崩壊した。しかし殻を破った。ここはどこ？私は誰？私さっきまで。ミサ。え？この声はハル君か？じゃなかったわ。まだ出てくるんじゃお前。いや、館から出てきたかなと思っとったらさ、まだ出てくるんじゃお前。ミサ。ジン。これは？すまなかったな。俺が死んで、お前をとても悲しませてしまった。その結果、お前はこんなことに。どうしてジンが謝るの？違うよ。悪いのは私。弱かったのは私だよ。ジンは何も悪くない。ミサ。私はジンがいてくれたから、ここまで生きてこれたんだよ。そうなんよな。あの二人が後押ししたからこそ、まずお母さんにあれだけ言い返せた。二人がおったからこそ。そこが始まり。あの日、絶望の中にいた私を、ジンとハルが救ってくれた。二人の存在のおかげで、私は人のぬくもりや優しさを感じることができたんだ。それなのに、私は弱い自分ばかりを見て、悲惨な自分ばかりを見て、バカなことをしてしまった。本当にバカだったと思う。うん、悪いものばかりを見てしまう。ワンピースもあったやん。エースを失ってしまったって悲しむルフィに対してさ、バカみたいな。持ってるもののことを考えろみたいな。お前には何があるみたいな。俺には仲間がいるよ。それと似たような感じですね。ミサ。だからね、ジン。ごめんだなんて言わないで。あなたが謝らないといけないことなんて、これっぽっちもない。ミサ。お前とうとうジン君も泣きました。俺本当はハルとミサと、もっと一緒にいたかった。三人でやりたいこともまだまだたくさんあったんだ。本当はこの先もずっとお前たちと同じ時間を過ごしたかったんだ。でもこんなことになってしまって俺悔しいよ。くそ、もっと生きていたかった。死にたくなんてなかったのに。ジン、でもね、私は
一生ジンのことを忘れないよ。それはきっと春も同じだから、ジンは私たちの心の中でいつまでもいつまでも生き続けるよ。ミサ、だからジン、安心して、私たちはこれからもずっと一緒だからね。お前、私もジンがいないことは辛いけど、ちゃんと受け止めて前に進むよ。あなたのことを一生思いながら生きていく。ずっと生きていくよ。ミサ、お前強くなったな。ジンのおかげでしょ。そうやな、ハル君のおかげでもある。ここまでミサちゃんが強くなったのは紛れもなく二人のおかげ。そしてそれともう一つ、ミサちゃん自らのおかげ、自分のおかげでもあるんだよ。そうかもしれないな。じゃあ俺もう行くよ。うん、元気でな。あばよダチコ。じゃあね、ジン。私は歩いていくジンの背中を見つめていた。するとジンはふと立ち止まった。ミサ、一つ言い忘れていたことがあった。え、どうした。今まで恥ずかしくて言えなかったけどさ。あれ、これはこれはこれはもしかして俺お前のこと言わせてくれない、言わせてくれない、これもこれでいいぞ。なんて言おうとしたかは俺にはわかる、みんなもわかるだろうけど、これは最後まで言えないのが逆にいいですね、これは。ここは病院。もうみんな分かった、ゲームのプレイヤーとしては分かってるからね。ここからもうこの時点で今井美さんになってるからね。今のは、私はどれくらいの間寝ていたのだろう。窓から差し込む光が少し貧しくって言いそうになった。眩しく感じる。貧しく感じるってスラム界の話みたいになったら。あ、来た先生。ちゃんと先生やな、お前。お前、ムールとかじゃなくてちゃんと先生やな。足の長さだからして絶対ムールでなかったはずなんやけどさ。トゥルノーマルエンドの時も。その時、廊下を歩く足音が聞こえてきた。そして、その足音は私の病室の前で止まった。ガチャ。あ、ハル君だったんじゃ。でさ、これ、決定機押していきなりムールに変わったりせんよね。それはないよね、さすがに。うそ。ミサ、目を覚ましてる。やっと目を覚ましたんだね。ハル。ミサ、よかった。本当にごめんね、心配かけて。ううん、もういいんだよ、ミサ。あのね、ハルは、私、ジンに会ったの。夢の中で、ジンに。うん。私、
今まで春や仁に支えられて生きてきた。でもそれじゃあダメなんだって気づいたの。うん。だからこれからはもう二人に心配かけない。ちゃんと自分の足で生きていく。強く生きていくよ。うん。わかった。それを聞いて少し安心したよ。ありがとう。あ、そうだ。どうした？退院祝いか。退院祝いをくれるのか。まだ退院してないけどな。少し屋上にでも行かない？え？ほら、ずっとこの病室にいたんだよ。久しぶりに外の空気を吸わなくちゃ。そう、そうだね。そうだな。久しぶりにこの外の日光を浴びます。夕暮れの屋上は優しいオレンジ色に染まっている。頬を撫でる風が心地いい。やっぱり外の空気は気持ちいいね、ミサ。うん。実はね、ミサ、僕ミサに見せたいものが見せたいものがあるんだ。え？スマホ。あれ、このスマホなんか見たことあるぞ。これって動画？動画？何？フィッシャーズ？うん。実はね、実はねって、なんちょっとなまった今。なんで俺実はねってなまった今。実はね、ジンがまだ生きてる時にジンに頼まれてたんだ。おいにもしものことがあったらミサに見せてくれって。ジンが？私に？うん。じゃあミサ、僕少し向こうに行ってるね。え？それってもしかしてあの時言えなかった一言はここで出てくるんじゃないの？動画の中で。え？春も一緒に？うん。この動画はジンからミサに向けられたものだからね。僕が見たらジンに怒られちゃう。おい春、まだお前は？ってね。そっか。じゃあとりあえず僕は行くよ。また少ししたら戻ってくるからね。うん、ありがとう春。いいってことよ。これで実は春くんも死んでいて戻ってきませんでしたというオチはやめてほしいです。ジン、私はゆっくりと再生ボタンを押した。わあ、ビデオレターとはオツなもんだ。あいつも お前も映っとんかい。いや、ジックだけ映っとんかなと思ったらお前も映っとんか。じゃあ、編集上ここカットしろよ。ここに固定でいいかなとか、そのあたりの部分カットしろよお前。その動画にするときに見せるときにさ、その部分カットした方がいいんじゃないかな。設置の時点のそのメイキングのところから見せるのもいいと思うけどな。 OK、 これでバッチリ撮れるね。ジン、もう喋っても大丈夫だよ。あ、単独弾、ジンくん単独弾これ。ああ、どうしたのジン、早く喋ってよ。は、ハル、一人でも喋ってもいいか？あ、そうか、恥ずかしいだね、ジン。ハル、茶化すな。わかったよ。じゃあ僕は向こうにいてるね。そういうことなので、僕は一旦いなくなります。じゃあね、ミサ、この動きいいな。こう出ていくときのスラーッと出てくる感じの動きいいな。ミサ、なんか改めてこう話すと照れんな。あのな、行動が別に何か特別な意味があるとかそういうもんじゃなくて、
なんつうか、俺の独り言というか、ただの紐つぶしみてえなもんだ。って、こんな話、どうでもいいな。あ、ジン君、話し慣れてないな。これなんかスピーチとか、ジン君向いてないタイプだな。なあ、ミサ。俺たちが初めて会った時のこと、覚えてるか？お前は、あの頃、母ちゃんに虐待されてて、いつも公園で一人で泣いてたよな。ハルと一人、二人で泣いているお前を見つけたとき、なんか放っておきたくなってな。ハルと二人でお前に声をかけたんだ。ほーん。あの時のお前は、傷だらけで、顔も使い切ってて、ハルと二人でめちゃくちゃ心配したんだぞ。でもそれから俺たちは、なんでかわかんねえんだけど、すぐに仲良くなって、それからはいつも三人でいたな。いろんなところに三人で遊びに行ったし、誰かの悩みは三人の悩みだった。勉強嫌いをどうにか克服しようっていう感じだった。勉強会とか開いたんだろうな、この三人で。泊まり込みで。泊まり込みで、もしかしてミサちゃんの部屋に泊まり込みで。いいなぁ、女の子の部屋に泊まり込みだなんて。誰かの嬉しいことは三人で喜んだ。俺さ、こんな性格だから、いつもはこんなこと恥ずかしくて絶対言わねえけど、俺、ミサとハルに会えてよかったよ。二人と一緒にいる時間が、俺にとってはかけがえのない時間だったんだ。そうか。なんか、こんなこと言うの、照れるな。いいんじゃないの？こういうことも。言っちゃって。俺らしくねっていうか。まあ、こんなことをハルには絶対に言わねえけどな。多分聞いてる。多分これ聞いてるよ。ちょっと近くより、ちょっと離れただけで聞いてると思うよ、これ。あいつ、すぐ調子に乗るだろ。あのな。俺、前からミサに言いたいことがあったんだ。来たー！これは本題ですね。これを待ってたんじゃないですかね、みんな。言いたいことというか、俺から説教。あ、説教。あれ？あ、思っとった感じじゃないな、これ。お前はよく自分のことが嫌いだとか、自分は弱いとか、そういうことを言ってるけど、俺は、今のお前のままでいいと思うぞ。おお、ほう。だって、すげえじゃねえか。母ちゃんに虐待されても、どんなに傷ついても、今のお前はちゃんと生きてるんだから。そうだな。生きてれば、何かあるよな。投げ出さずに立ち上がってきたんだから。ミサ、気づかないことや落ち込まないことだけじゃ強さじゃない。お前みたいに、傷ついても落ち込んでも、自分のことが嫌いとか言っても、それでも、何度も何度も立ち上がる。そして生きてる。俺はそんなお前は、強いと思うぞ。まあ、俺がこんなことを言うのもおかしいかもしれねえけど、お前はこの先もきっと大丈夫だ。どんなことがあっても乗り越えていくはずだ。何の根拠があって言ってんだって思ってんだろう。くっ、そんなの何にも根拠はねえよ。だけど、なんでだろうな。
そんな気がするんだ。それは君たちが親友だからだよ。なんか取り留めのない話になっちまったから、ここら辺で終わろうと思う。あ、最後にもう一つだけ。どうしたらいいんだよ、お前。ちゃんと考えて話せよ、お前は。話すこと考えてな、お前。いつだったかな。俺と春がお前に言ったこと。ミソはきっといい小説家になれると思うぞってやつ。あれ、本気だからな。いつかお前が出した小説、読ませてくれよ。そしたら、俺と春でお祝いしてやるからさ。はあ、なんか全部言えてすっきりしたぜ。それじゃあ今度こそ。じゃあな、ミサ。そう、これはいい話ですよ。もう怖い動画は終わっていた。こんな親友がいるんだぞ、ミサちゃん。ジェン、そしてやはり泣いてしまうんだ。もう泣くまいと決めていたのに、涙がどんどん溢れてくる。なんて優しい言葉なのだろう。なんて優しい人なのだろう。なんて素敵な人なのだろう。ジン、ジン、ミサ、大丈夫？ミサ、大丈夫。笑わなくちゃ。また泣いてばかりだと、ジンに心配かけちゃう。ミサ、大丈夫だよ。ハル、ジンの言葉、受け止めた。うん、うん、全部ちゃんと受け止めたよ。そっか、よかった。こんな時こそスマイル、スマイルだよ。そうだね、笑ってる方がジンも喜ぶよね。だってあの頃の私たちはいつもいつも笑ってたもんね。うん。ねえ、ミサ、ジンはどうだった？いつもジンだったよ。人のことばっかり気にして自分の体も大変なのに、本当に本当に優しいんだから。ふ、ジンらしいね。うん、その時私はふと空を見上げた。夕日に照らせた空はとても赤く、なんだか切ない色をしている。綺麗。それに同調しているかのように映っているミサちゃんも綺麗であった。このアングル好きや。なんかこのアングル好きやわ。綺麗に映ってる。きっとこれからも辛いことや泣きたくなることたくさんあると思う。そしてその度に私は落ち込んで折れそうになるんだと思う。でもその度にゆっくりでいいから立ち上がっていこうと思う。ジンが
教えてくれたみたいに。あー、終わったードラワエの館、捕らえていたのは自分の心でした。なんかさ、このゲームの作者グループっていうかな、スタジオわさびさん、最初はデスゲームだとか捕らわれたとか殺し合いだとか、そういう殺伐したテーマで始まるんやけど、いつもこんな感じで温かい終わり方するんよな。そういうところがこのスタジオわさびさんのゲームのいいところじゃないかなと思いますが、今回も温かく終わってよかった。それから7年後、26歳か。わあ立派な美人になっちゃって。今井美沙先生、先生サインください。わっ、わあ、大人の女性って感じがする。あれ、髪の毛ちょっと切ったな。元はこんな感じだったんかな。わあ、こっちの方が俺好きかもしれん。もう驚かせないでよ春。それに先生だなんて恥ずかしいから。まだ一冊本出しただけだよ。それでもすごいよ。みんな言ってた夢を叶えたんだから。もうミサは正真正銘小説家でしょ。君は君でなんかロックでロックで有名になったみたいな見た目してるけどな、お前。なんだ、アメリカでも行ったんか、お前は。まあ、そうだけど。よかったね、ミサ。うん。ありがとう。きっと、ジンも喜んでくれる。うん。そうだね。それにしても、ハル、すごいじゃん。聞いたよ。今度、大きなところでライブするんでしょ。お前ライブするのか、お前。もう、自分ライブやってますみたいな見た目してたもんな、お前。うん。もちろん、ミサも来てくれるよね。当たり前じゃん。よーし、ミサが来るなら頑張らなくちゃね。でも、あっという間だね。あれから何年も時間が流れたなんて。うん、ほんと早い。最近なんて目まぐるしくて1年があっという間だもん。わかる。もう私たちもいい年だもんね。もう社会人になってからの1年ってね、すっごい速いスピードで駆け抜けていくからね。ミサ、なんかそれおばさんくさい。ちょ、しょうがないでしょ、事実なんだし。ほんと、時間の流れとともにいろんなことが変わっていくね。うん、だけど変わらないものもあるよ。うん、この先もどれだけ時間が流れようとも絶対に変わらないもの。うん、私たちは今もジンのことを思って生きている。私たちの中でジンが生きてるんだ。そうだね、大事な親友だもんね。こういう大切なことは時間がどれだけ経っても変わらないんだね。そうなんだよな、ここの中で会い続ける。うん、それじゃ行こうか。うん、お墓参りだったんやな。あ、ミサ、本忘れてるよ。ん、
あー、これ、これはここに置いていくよ。そっか、そうだね。うん、じゃあね、ジン、また来るからね。あ、本が壊れてる。囚われの館、今井美沙。解放した。風に吹かれて、ほんまに温かい話で終わるゲームでした。俺も頑張ってみようかなって思う。ありがとうございました、スタジオわさびの皆さん。また次回作よろしくお願いします。今はお休み、みつあ。